ヤーコブベッカーは、ドイツの画家、版画家である。現在のラインラントップファルツ州のボルムスに近い、リッテルスハイムの宿屋の主人の息子に生まれた。ボルムスの画家ユングに絵を学んだ。1826年からフランクフルトアムマインのステーデル美術館で学び、蝶類美術研究所で、版画家としても働いた。フランクフルトで、画家、 版画家のヤーコブ・フィルヒテゴット・ディールマンと友人になった。1833年に、版画会社の依頼で、テオドール・ヒルデブラントの作品の複製版画の制作のために、デュッセルドルフを訪れ、その後、1841年まで滞在し、デュッセルドルフ美術アカデミーで、ヨハン・ビルヘルム・シルマーや、フリードリッヒ・ビルヘルム・シャドウに学んだ。1838年に、 友人の画家のミューラーの妹と結婚して、デュッセルドルフに住んだ。1842年からフランクフルトで、シュテーデル美術館の美術学校の風俗画と風景画の教授となった。ベッカーが教えた学生には、ヨハネス・ダイカー、ハインリヒ・ビンター、ビルヘルム・ベール、アントン・ブルガー、ハインリヒ・ハッセル・ホルスト、パウル・ベーバーらがいる。ロマン派の詩人。 ルートビヒ・ウーラントの作品から題材を取った、版画作品に代表される作品からキャリアが始まったが、デュッセルドルフで学んだ後は、アドルフ・シュレーターや、ルドルフ・ヨルダンの影響を受けて、文学作品を題材にした作品も描いたが、風俗画の優れた画家となった。ありがとうございます。